この実況を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。おっとごめんごめん、気になるこんな画面からで申し訳ない。はい、というわけでね、今回もゴッドリタリザレクションやっていきたいと思います。というわけでみんなどうも K だよ。てなわけでじゃじゃーん、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん。もうみんなやるんだね。みんな、なんかもうお約束のね、せーの。はい、じゃじゃーん。誰もやんないけど、やるんかい。遅い、じゃじゃーん。バラバラにも程があるっつうので、今ね、新しいコントローラー使っているんですけれども、まあ、ゴジラ VS の実況を見てくれている方はわかると、ジャキー、お前、ちっけーな、おい。お前、ちっけーな、お、こうだな、うん。まあプレ4いじってる方ならわかる。あ、違う、これ違う、これ違う、これ U 圧じゃない、 U、 あれ Y じゃん、あれ Y ジャギン、あれ今思えばお圧じゃね、 S あれ Y だよね、 U じゃなくて Y だよね、どう見ても Y だよね。で、なんかコントローラー変えたんだけど、買い替えしたんだけど、さらーさら、おめかし、今おめかし、今ナウ撮る前に皆さんはおめかししましょう。先にミッション貼ってから、準備したら下に集合して撮るんで、ミッション貼って、なんだろう、まあ入る人用に今言ってるんだけど、ミッション貼ったら、まあそんな急いで下に来なくても大丈夫なんで、おめかししてから下に来てください。で、下に集まったら俺が踊って、で、543210って、まあこんな感じで、チャットログ見てくれればわかると思うんですけれども、まあそれで始めるので、よいしょ。まあ、いや。よいしょ。で、コントローラー変えたっていうのは、安物のコントローラー買ったんですよ。はい。いつもは普通の、プレ4用の、まあタッチパネルについた、コントローラー、青いコントローラー使っていたんですが、サラ押せよ、サラ押せよ、サラ押せよ、ほらやるぞジャケ、ほらジャケにするぞ、やんねんか、やんねん、お前どっちやねん、お前どっちやねんお前、まったく。で、そのコントローラーなんだけど、で、いつものコントローラーじゃなく、ぐるぐるスティックあるじゃない、ぐるぐるスティック、移動するためのスティックね、あれの場所が変わってる、十字キーと入れ替わってるんだよね、場所が。それ安いから買ったんだけど、とてつもなくやりづらい。うん、4200円とかそんなもんだったかな、4100円とか、まあ4000円台だったんですけれども、すっげえやりづらい。で、今それ使ってんだけど、で、なんで買い替えたのっていうと、そのぐるぐるスティックが、そちらのタイミングで始めてください。言うこと聞かなくなっちゃって、ね。皆さんご活躍期待しています。あれ。違う。コントローラー違うとさ、なんか。あ、違う。ああ。ぬるぬる動く、カチカチじゃないんだね。今コントローラー全然違うの使ってるんで。よいしょ。で、このコントローラー結構ね、カチカチうるさいということで、今、布団の中やりづら。ちょっと布団から出すわ。オッケー。これやりやすい。よし。無駄にはしねえぞー。コントローラー超やりにくい、マジで。これ、もうまた買い替えしかねえじゃん。安いからこっちにさ、4000円無駄にな、超やりづらい、これ。超やりづらい。スティックの位置変わるとこんなダメなの。俺なんつうんだろう、スティック回しながら、人差し指で、まあ親指でスティックぐるぐる回しながら、人差し指で十字キーを押してたんだよね。うわうわじゃねえんだよ。俺も今回いろいろ持ってきたからな。これやってみる。あ、これちょっと試しで。ちょっと動くなよ。打って当たって上に飛んで、また上からポンポンポンで打つやつなんだけど、他の回復も試してみっか。うわ、超やりづらい。ちょっと待って、コントローラー変えよっかな、今。壊れたコントローラーに。でもあれね、変えるかじゃないと俺今回多分戦えない。まあいいや。まあ今このコントローラーでやろう。また買い替えないとダメだな、これは。
早いうちに買い替えないと。マジで使えねえ。PS がいつもの半分しか出ない。よいしょ。もっといただいちゃっていいよ、私のペンペンとか。あ、皆さん、前回の動画でも言っていると思いますが、ゴッドイーター2、あ、2じゃねえ、レジバスじゃねえ、あお、なんでガードしようと思ったら、リロードした。このコントローラーマジでダメだ。やっぱ普通じゃないとダメだ。あ、全然できない。あ、ダメダメ、全然できない。こんな変わるもんか。あと形も変わってるんで、なんか今プレ4のコントローラー持ってる感覚がしないですね。うわ、なんか変わるし、位置がカメラアングル勝手に。超やりづらい。いいね。ごちそうさま、もっと食べてもいいんだよ。おっと、それやばい。あーっとっとー、あっ、おお、なんだ今のバレットは。超やりづれ。俺もね、いろいろ持ってきたんだ今回。ギロチンとか、ギロチン打つ、ギロチン。上から見た方が分かりやすいな。ギロチン下から、あ、ごめんね、ギロチンったら全属性が当たり、いろいろ試してみよう。ごめんだった。ゴッドフィンガー。いけけ、いけけ、いけけってなんだ。いけけってなんだ。よいしょ。手。うわ、全然食らってねえ。お手手。お手手。ダメだ、全然食らってねえわ。俺のゴッドハンドが効かないと黒すぎる。ゼロ距離でやんないとな。うわ、おい。大丈夫、みんな誰か帰って、おっか、黒すぎる。たーダメの方や。シードリ。打たせてもらおうぜ。ゴミ。やっぱスペアパネルでいいや。いろいろ試しすぎた。よいしょ。買おう買おう、解いた。おっ、プロ。結構コントローラーマジやべ。俺もう今ちょっと付け替えようかな。したら多分30秒くらい隙ができちゃうし、あとこの実況画面に俺の ID が思いっきり映っちゃうから、まあ別にいいんだけど、別に ID 映したからって変なことにならないでしょ。 ID だよね、名前が映るんだっけ。よいしょ。まあパスワードは分かんないけど、インできないからね。うわ、マジやりづれ、このコントローラー。こんなやりづらいもんなんだ。で、前のコントローラーは、スティックが後ろにやってもバックしないのと、あと勝手に前に進んじゃうのと、あと、R2 ボタンが起動しない。時がある。スティックグッて押したら戻んないんだよ。ここって。だから、手動でスティックをここって持ち上げないといけない。R2 ボタンね。だからなんかそういう壊れ方しちゃったんで、あ、もうこれダメだなと思ってショップ行ったら、なんか普通のコントローラーより安値のね、ちょっと変わったコントローラー売ってたんで。おお、おっぱいが目の前に来たらもうびっくりだよ、おっぱい。よいしょ。まあそんなこんなでね、このコントローラー買ったんですが、いやー、大外れ、大外れにも程がある。これはもうコントローラーと言うべきものじゃない。もうコントローラーじゃない、完全にゴミだね。燃えないゴミ行きだね、これ。ありがてー。まあ今後 PS4 でなんか2人用のプレイでできるなんかゲームができたら、なんかゲストとか弟にこの使えねえコントローラー使わせようかなと思う。よいしょよいしょよいしょ、せい、あ、はい、よいよい、そこに火に回ってるんかい、やばい、死ぬぞ。ちょっとイーターなのに、あー、バリさんが消えた。いや待て、本当にこのコントローラーあかん。PS 下がるところの騒ぎじゃない。もう、マジで。これやばいって。貯めるよじゃないんだよ。こうすればやれば。やりづらっ。
超やりづらいわ。ボタンの配置もね、ちょっとね、かすかに違うんだよ。ちょっとかすかに離れてるって言った方がいいかな。うわぁ、大外れだな、このショッピング。ショッピング。スピアパンね。おっと、いいとこに当たんないな。いただきましたー。俺。ほい。試し打ちはまあここら辺にしておいてちゃんと使おうか。回復イルミネーションでいくか。ほっな、それかーい。下からポンポン来るやつな。太くて硬くて長いやつかな。よいしょよいしょ。もうお胸も4つあるし、下から太くて硬くて長いのだし、なんなのこの子は。もう1つの生命に2つの生命宿ってるよみたいな。よいしょ。男性器と女性器みたいな、たまんねえな。おい、あれだろ、俗に言う、ふたなりってやつだろ。俺、この時期だと全然バンバン何でも言うから。うん。ただ、ね。ちゃんと、あ、これはまずいなっていうものだけは、うんうんってなるけど。別に専門用語言っても、ね。わかるの変態だけだから。うん。本当に真面目な方はわかんないから。分かった時点でお前はもう普通じゃねえんだよ。俺の同類なんだよ。俺の言葉を、俺が発する言葉を分かってしまう時点でもう君はもうそのレベルに行ってしまっているんだよ。分かるか。普通を知らねえ単語なんだよ、下なりなんだよ。まあググっちまえば分かっちゃうからさ。でもね、小さい子が使ってるパソコンとかだったらね、多分そういうのブロックされてるし、そういうとこ止めないようになってると思うんだよ。そういう設定できるから。でもそういう設定してない親が悪いよ、むしろ、うん、見れちゃった場合ね。そうだから、検索してみたご本人と検索ワードをそうやってブロックしてない親が悪いで、知ってるやつは自分が悪い。俺のせいじゃん。動画見るのは全部自己責任で、あの YouTube の中でなんだっけ、なんか注意報告みたいなところに書いてあるから。これが一番効いた?3000。なんか2本出てない気がする。ガチョフィンゲだって。まあネタとしてはいいんだけどさ。ネタはどうだろう、わかんない。もっと詳しくしっかり具体的に言ってもらわないと。何をどこにどうやって、何がどうなんですか。それでも何なんですか。これも専門用語だからね。分かった時点で君は僕と同類や。なんかごといたが一番自分出してる感じだね、実況。まあこれを、うわーキモい、うざい、うるさいって思うんだったら、俺を全面的に拒否ってるみたいな感じだよ。悪いなー。てか今マイクさ、遠目にしてるんだけど大丈夫いいかな。おいしょ、ほいほい、ほらやっとバシャシェイ。このコントローラーマジで使えねえよ。助けてくれみんな、俺に5000円恵みをください。うん、新品のコントローラー買うんだけど7000円くらい必要なの、わからん。あれ、普通のコントローラーだって4800円くらいだっけ。で俺が今使ってるのが4100円くらい。ちょっとでもさ、家庭の足しになればなと思ってさ、安いの選んだら結局これで2個買わなきゃいけなくなっちゃったや。マジで最悪だよね。でしかも何、WiiU じゃねえ、 WiiU の次にさ出るあの新しい任天堂スイッチ、痛いじゃん。サンキュー。誰だ誰だ、あのこいつがデカすぎて誰かかけてくれてんのか分かんねえんだよマジで。よいしょ、 PS 見れる余裕もないわ今。今後コントローラーだと。よいしょね、WiiU じゃねえ、任天堂スイッチが出るのと、あと同時発売のゼルダの伝説と、あとドラゴンクエスト、あれ買いたいなと思ってて。痛い、マジこのコントローラーゴミすぎてもう泣けてくんだけど。俺4100円ドブにしてたようなもんだよこれ、マジでそう思えるくらい。あーバスケール、あーごめんなさい、マジダメや。
ゴッドフィンガー、ゴッドフィンガー、ゴッドフィンガー、当たってね、最後のやつに関してはね。外したら承知しないってマジで全部外したわ。おいしょ。こいつでワオかけて、あ、これで誰がかけてるのか誰かわかんねえ。どっちだ、ワイとサラがかけてるのな。センキュー。おいしょ、よいしょ。強点滅、まあ特に強点滅してんだけど届かない。愛でしまったのに抑えきれずに、うわー。歌わせても来るねえのか、モテろちゃんよ。手上げよう。ほいほい。あ、ちなみに、初見の方ように今言うんですけれども、まあもう遅いか。もう初見の方も下ネタぶっぱで、なんかキーキーした声で、なんかもうみんな逃げてるから。バツボタンが戻るボタン押してもう終わってるから、この動画。あ、食って終わった。まあ一応、初見の方用に、毎週日曜日夜9時から私の実況は部屋立ててますんで、パスワード4444と入力して入ってください。それでは皆さん、ご一緒に行くよー、いただきます。はい、おいしいです、ジムです、最高です。おい、君やってなかったんかーい。完成したら承知しないわ、マジで。じゃあ俺のカメラアングル絶対外さずに君を落とした。ありがとうございます。あ、股間が光ってる、おまてんが光ってる、おまんてんが、おまんてんが。向こうも見てみようか。外さない、しっかり見る。黒パンだった、ありがとうございます。イエス。はい、というわけでね、今回、結構短い感じだったので、ちょっと待って。みんな、俺が PS のね、ただの低能だと思ってるかもしんないけど、ちょっと待って、コントローラー今直すわ。直すじゃなくて、ちょっと戻すわ。ちょっと一瞬映るけど。大丈夫かな？これで、元のコントローラーに戻りました。ちょっともう一回ミッションやろう。スティックは、おらら、よし、グッと押してガリガリガリって思いっきりやると治るんだよね、一時的に。で、R2 ボタン直んね。うん。で、あと、バツボタンの押した感覚がなくなってる。重症でしょ？元々のコントローラー。大丈夫？動く？あ、動いてるっちゃ動いてる？あ、てか緊急、ちょうど出てんじゃん。やろ。ここだな。これでいこう。2連続だよー。大丈夫かな？このコントローラー大丈夫かな？さてと、本気の俺を見捨てる。ごめんな、さっきのは PS がゴミすぎた。お？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 ん？いや、うん、やるよー。やるよー。詳しくは動画で言って、あ、言ってやる。おめかし始まっちゃった、みんな。全くガチなんだから。あ、そうそう、俺の装備もさ、あれ、ステータスでいっか。あの、カッティングエッジにしました。はい。ノーマル武器ですね。こちらを今使ってます。おいおい、おいおい、お前はエルナーの前で何やっとんじゃい。YMCA、てってれってれってって。じゃあ、俺が倒れたら、違う、これじゃないな。あれ、どこだっけ、なんだっけ、倒れるの。どうやんだっけ。あ。なんか、ね、アクションで俺が倒れたらみんな何してくれるのかなと思ったんだけど。ね。まあ、それはじゃあ次回やってみようかな。俺が倒れたら自然的にみんなは空気を読んでどんな行動をとってくれるのか、みたいな。ちょっと今後試そうかな。
さあ、いつものコントローラーに戻ったが、スティックが重症なのと、R2 ボタンがほぼ機能しないのと、バツボタンの押した感覚がほぼほぼない。で、スティックの壊れてるのは、左スティックですね。はい。大丈夫かな？使えるかな、これ。おー、なんとか。あー、使いやすい。あー、使いやすい。そう、これこれ、これ、これよ。パブクバーンじゃねえんだよ。バレちまったよ。うわー、やりやすい。あー、超やりやすい。これ、この動き、この動き、いったー。あ、超やりやすい。あれ、クーすることが遅い。あれか、武器変えちまったからか。アイテム速度が遅くなってんのか。まあ当たんなきゃいい話だ。よいしょ、よいしょ。それ誰当て、なんか速度遅いな。変換速度が遅いのか。俺のスピードについてこれてない。いやー、そう、このコントローラーだよ。いやー、やっぱ使いやすいわー。てかー、多少壊れてるからちょっと使いづらいけどさ。よいしょー。おー、なんかいい感じにもかっこよかったね。よいしょー。てか、アキすげえな。誰とやっていたーい。センキュー。誰だ今のは。ちょ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 、急がせ、あっ、あざす。ごめんね。とりあえず、やつは誰と戦ってんの。あ、それか、それか、待って。よし。おいおい、ちょ、ちょ、ちょ、ぶねえ。あー、ぶねえ。ズーム切り替わったか。よいしょ。買おう、買おう、買おう。でぇー、こっち向いてー。そうだ、この武器あれだ、当たり判定ちょっと違うんだ、いつものと。粘ってみたいんだ。あー、使いやすい、このコントローラー。てかまだ使えんじゃん。いや、使えるけどさ、禁止にも程があるんだよ。 R2 ボタン使えないって結構重症よ。あとスティックがせっかく、あのスティックがね、勝手に後ろに下がってしまうっていう現象ね。グリグリって強めに本気で押してからやんないと反応してくんない。ごめんごめん。もうなんだよ、そこかよ。そこで止まんのかよ。もうちょい頑張って俺にハグしに来てくれよ。なんかなんで寸前で俺をハグするのやめたんだよ、犯人から押してよ。よっしゃー、この勝負はもう OK っしょ。これどこ弱点になったの。背中かな。ちょ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 、背中じゃないの、どこだっけ。あれあれ、先読みしてペイペイってなんだよ。いやー、使いやすいわ。やっぱ普通のコントローラーの形が一番いいわ。なんで俺安物買ってまったんだろう。さすが後役だな。2016年が役年、翻訳で、その前の2015年が役年で、前役で、今年2017年が、後役ということで、一番後役がやばいって言われているほどの年なんですけれども、まあそれで早速コントローラーをね、なんつうの、購入ミスっていうの、ミス、まあ買い物の失敗っていうの、で、あと1月だけで俺使った金額20万以上だからね。ボーナス全部なくなったし、もう今手持ち財布の中4000円しか入ってないから。マジで4000円ね、4000円、4000円しか入ってないんだよ、社会人が。貯金物、ああ、貯金はあるけど、
貯金はあるけど俺使わないようにしてるから、だから使えるのは4000なのよ。よいしょよいしょ、お強点滅じゃん。で、アキは誰と戦ってんだ。ミッションズボの打点が結構辛くない？てかそっち、おお、ちゃんと死なずに頑張ってるね。これはちょっと得点でかいよ。2体相手にしてたら確実にランク上がってたんだけどね。おお、サンキューサンキュー。今のどっちか分かんない。どっちもかな。よいしょよいしょ、どっちも仲間思いですね。おお、素晴らしい。じゃあお前らは援護しに行ってくれ、俺はこっちをぶっ殺す。それかみんなで向こう援護しに行って、俺がこっちでやってる間向こうちょちょっと片付けて、いいけた。おお、分かれたね。音でバレてない。なんかあったかな、氷系のものはない。全属性ガトリングでいっか。よいしょ、ガトリングガトリング、素晴らしい。もうブサ顔になったぜ。邪魔でな、食えなかった。おう、よいしょ、ほっ、おお、しっぽい弱点になる。戦いやすいの、前に行かなくていいってことだよね。止まれー、速攻。あれ、ほんと先っちょだな、おい。尻尾の先っちょか、なんだ、先っちょが感じるってお前結構やらしいぞ。おお、なんか闇の世界が見えた。闇の世界が半分見えたぞ。ちょいちょいちょい、なんで俺ばっか出るんだ。え、大丈夫、状態回復俺持ってるから、ちょっと待って、ちょっと待った、ちょっと持ってきすぎた。これ持ってたっけなんだよね。これ状態回復ついてないよね。状態回復はトリプルレーザー、これだ。オッケー、君はもう回復。オッケー、バルバチョウ。あぶれあぶれ。ちょ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 。ケツ。届かない。おしょ。バカ野郎。バカ野郎お前。なんでこっち向いてない。ケツ。なんでかな。当たんねえの。ナイス、いいよ。全属性ガトリング。もうちょい打つか。ふぅ、ふぅ、ふぅ。全属性だからよ。別に属性関係なしに打っちゃって。オーケー、いいね。壊れた、壊れた。痛い、俺の人生が壊れちまうぞ、こんなんじゃ。よいしょ。これ、食う。おお、おお。あれ、もう死んだの、早くね。これも生き残るためだ。ワイが強いな。うん、打てねえ。打てねえ。しかもバース女性になってねえし。よいしょ。あ、これ無限分けなんだ。で、これ、おお、やったー、ありがとうございます、やったー、今行くよー、いただきますよー、オッケー。それでは皆さん、ご一緒に準備はいいかーい、投げなさい。さら、おい、いっていただきます。はい、美味しいです、キュンメラス最高です。オーライ、段階はーなるほど、ぶっ殺す、痛い、もうもっとぶっかけて、もっともっと、痛い、お前じゃねえよ、言ったら痛い。私にぶっかけて、痛い。ありがとうございます、愛情いただきました。今回めちゃくちゃ、よいしょ、というわけでね、皆さん、コントローラーの買うときはね、やっぱり普通のコントローラー、慣れてるコントローラーの形が一番いいのでいいので、ね、PS4 やってる方でね、コントローラー買い替えようと思った方、安さに目を奪われず、しっかりとね、お金を出して、いつもの同じ形のコントローラーを買いましょう。はい。まだ意外と使えるな。
ちょっと節約のためにちょっと使うかこれ。いやーでもな R2 ボタン使えないし、スティックはほぼほぼ壊れてな。お前早いな、お前早い。しかもそこ俺の席お譲るんだ譲ってくるの最後、ありがとうございます。はい、というわけで今回アキがね、いい感じに活躍していました。ちゃんと自ら進んで、グボログボロ打点の方にね足を運び、しかもしっかりと足止めしていました。ありがとうございます。これでもしも2体だったらランク上がってましたが、1体は多分結構な範囲の方々ができてしまうということで、まあ一応今後のプラスということではい、いやでもすごかった、ありがとうございます。でも1対1のタイマンで一度も死なずにねずっと耐え続けたっていうのは、これ結構ね、私の印象的に結構ランクは高いです。はい、ではじゃあ早速締めていきましょういきます。俺の横に来るの誰、秋。おーいいね、君一番活躍したもんね。それではこの実況はケイト。おー、なんで手振ってんの。おー、どうしたそれでは次回もあいちゃじゃーん。いっ、あ、なんかミスっちゃった